歌川国吉、本朝水古殿、小形天根場環業。月岡吉氏、美優水古殿、ジライヤジライなり、ジライアは、江戸時代後期の特本に登場する架空の盗賊、忍者。明治以降、歌舞伎や講談などへの本案を通して、ガマガエルの妖術を使う代表的な忍者キャラクターとして認識され、現在に至るまで映画、漫画、ゲームなど、創作作品に、 大きな影響を及ぼしている。地雷なり。歌川国貞だ。日本の物語作品に地雷なりが初めて登場するのは、元家庭記部による特本、地雷なり説話である。地雷なりは、義族で、その正体は、三好家の老子、小形天根場官業。ガマガエルの妖術を使って活躍する。地雷なりは、宋代の中国に実在し、盗みに入った家の壁に、 我、来たるなりと書き記したという盗賊、我来なりを元にしたとされる。地雷なりの物語は、歌舞伎や浄瑠璃に本案された。地雷屋は、上記の地雷なり説話を元にして、水書き、絵がおらによって書かれた豪漢、地雷屋豪欠坦に登場する架空の忍者。日後の豪族の子、小形天根場博之がその正体と設定され、越後妙高山に住む。 戦争同人から教えられたガマガイルの妖術を使う。妻はナメクジの妖術を使うツナで、宿敵は青柳池のオロチから生まれたオロチマルであり、ジライヤ、ダイジャマル、ツナデによる三ス組みの人物設定は本作品から登場している。ジライヤは川竹木網によるジライヤ合決丹話などの歌舞伎に客色本案され、 さらに多くの忍者ものの物語やキャラクターの題材となった。1921年公開の牧野正造監督の映画、豪傑、ジライアは日本初の特設映画と言われ、主演した小野江松之助の代表作となった。主に前日のジライなり、ジライアをモチーフにしている。また、同じくツナデやオロチマルなどをモチーフにしたキャラクターと合わせて登場することも少なくない。 ありがとうございます。